はいどうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、花咲ワークスプリングノノカルートパート7、続きからやっていきたいと思います。早く続き続き。今日も目覚ましより早く目が覚めていた。俺らしくない。はあ、ノノカのこと考えてたらまたこれだよ。まだ眠い。眠れないけど眠い。まさかこの俺が不眠症。全然眠ってないわけじゃないけど、その傾向なんてことだ。ありえない状況に愕然とした。参ったな。のどかが起こしに来るのはあとちょっと先か。ベッドに倒れるようにして寝転んだ。のどかが起こしに来るまでせめて目を閉じて休んでおこう。なるべく普段の俺たちと同じように過ごした。5分経過。のどかはまだ来ない。いつももうちょい後だったかな。10分経過。ノノカはまだ起こしに来ない。あれ？こんなに遅かったか。そして30分経った。おーい、待ち人まだ、まだ来ず、未だ来ず。さすがにおかしい。俺はベッドから起き上がると部屋から出た。なのかって、あれ、いない。いつもなら台所に立って朝食の準備をしている妹の姿が今日はどこにも見当たらない。おかしいな。台所を使った痕跡もなかった。朝食も用意してないってことだよな。もしかして、もう学園行ったのか。いや、それはない。俺に一声もかけずに行ってしまうようなこと、のどかがするとは思えない。とすると、まだ部屋にいるってことだよな。なのか？返事はない。聞こえてないはずはないと思うけど、もう一回。兄さん。今の、のノカの声だよな。のノカの部屋の中から聞こえたけど。お兄ちゃん。いや、あった。めっちゃ弱々しい声だ。のノカ、入るぞ。承諾を待たずに、俺は妹の部屋のドアを開ける。じゃあ、ごめんね。私、起こしてあげられなくて。激しく咳き込むののか。足元ももうつかないみたいで、調子が悪そうなのは明らかだった。朝ごはん、すぐに作るから。あ、バカ、危ない。倒れそうになるののかをとっさに支える。顔がすごく赤いし、汗をかいている。呼吸も浅く、荒い。熱、ありそうだな。大丈夫だよ。微熱だと思うから、気にしないで。どれ？勝手に額に手を当てる。手のひらに感じる暑さは、普通じゃない暑さだった。絶対に微熱じゃないだろ、これ。200度ある。さすがに死んじゃうよ。とにかく今日は俺もののかも学園は休みだ。いいな。どうしてお兄ちゃんまで。俺が学園に行っている間、誰がののかの面倒を見るんだ。一人で頑張るよ。ダメ、絶対ダメ。でもお兄ちゃんに迷惑かけちゃうから。兄弟で水臭いことを言うんじゃない。のどかの鼻を優しくふにっとつまんで。わあ、お兄ちゃん、やめて。こういう時くらいは甘えなさい。一人で頑張ろうとする妹にお仕置きだ。わかったから、変な顔見ないで。鼻をつままれて焦るのどか。ちょっと面白かわいい。とにかく今日は兄が妹を全面的にサポートします。よって花咲兄弟は揃って学園を休むのだよ。ごめんなさい。大丈夫だ、何の問題もない。任せとけ。兄ちゃんの内心少し悪くしちゃうかも。内心なんかよりののかの方が大切だ。気にすんな。ありがとう。弱々しいけどいつも通りののかの笑顔。
ののかが体調を崩しているから喜びはしないけど、ちゃんと兄と妹の関係に戻れている。ちょっとだけののかの風邪に感謝していた。とにかく風邪薬と消化のいい食べ物だな。看病の基本だ。これくらいは俺でもわかる。すぐ用意してやるから、ののかをゆっくり寝てろ。ののかが久しぶりに風邪をひいた。小さい頃はよく体調を崩して、その度に俺が看病したものだ。昔を思い出す。俺は幼かったののかの姿を今のののかに重ね合わせた。大丈夫、お兄ちゃんがついてるからな。さて、早速行動開始だ。家事プラスののかの看護というハードワークを一人でこなさなければならない。グータライフは一旦忘れて頑張らねば。よし、まずは腕まくりしたところで邪魔が入る。出鼻をくじくな。もしもし、ユウ、お前何サボってんだよーい。おお、耳がキーンとする。若葉のやつ、朝からテンション高いな。お前、勉強はそこそこできても内心悪いんだからな、サボんなよ。違うって、サボりじゃないから。あ、じゃあなんで学園来てないの。実はののかが体調崩しちまったみたいだ。え、ののかちゃん風邪。あんなにいい子がなんでそんな辛い目に。泣いちゃった。いいやつだ。若葉は本気で妹を心配してくれるナイスガールだ。きっとバカ兄貴が心配かけるから勤労で。一言多いのがたまに傷だが、まあそんなわけでののかが復活するまで俺も看病してるんで。そんなにひどいの。熱が200度くらい。超高熱じゃん。現代医学で助からないって。そこは兄の力でどうにかするから。すげえ、兄貴ってすげえ。よし、いつもの茶番で調子も出てきた。頑張ってののかの看病をこなさなければ。ってことでののかの担任とくみちゃんに連絡頼むわ。うん、わかった。あ、お見舞い行こうか。いや、あいつ恐縮して帰って気を使うからさ、疲れちゃうと思うんだ。そっか、ののかちゃんいい子だもんな。気持ちだけ伝えとくよ。ありがとな。うん、わかった。ゆう、しっかり看病しろよ。ののかちゃんが治るまで出てくんなよ。内心ガタガタになってもくんな。そこまでひどくねえよ、多分。じゃあな、ゆう、しっかりやれよ。さて、仕切り直した。ののかの朝食を作ってやんないと。台所に行って冷蔵庫を開けた。肉や野菜はたくさんあるけど、どれも朝食にしては重い。卵も消化は良くないって聞いたことあるよな。何作ったらいいんだ。ギブアップ。兄役立たず。普段料理をしないからこんなことに。俺は妹の看病すらまともに言っていけないのか。悲しんでいる場合じゃない。こうしている間にもののかは高熱に苦しんでいるのだ。手段を選んでいる場合じゃないよな。料理の先生に助けてもらうことにしよう。あ、先輩、おはようございます。頼りになる後輩の声。小田吹さんならきっと力になってくれるだろう。授業はまだだと思って、ちょっといい。はい。先輩、ののちゃんは大丈夫ですか。え、もう知ってるの。はい、空森先輩が教えてくれました。さすが親友、行動が早い。頼りになるやつだ。うん、実はそのことでちょっと助けてほしいんだけど。助けてほしいですか。病人のための朝食って何がいいの。そうですね、ののちゃんの具合にもよりますけど、やっぱりお粥ですね。ご飯を柔らかく炊いて、梅干しや鮭なんかと一緒に。柔らかくってことは水を多めにすればいいんだよね。はい、それと水につけておく時間を長めにしてください。そうか、ありがとう。やってみるよ。はい、頑張ってくださいね、先輩。よし、やり方は分かった。あとは実践あるのみだ。小田吹先生の指示に従いお粥を作って、早速ののかの部屋に運ぶ。お待たせ。ごめんね、お兄ちゃん。なんだよ、寝てないのか。制服も着たままだし。
ちゃんと寝て待ってろって言ってたのに。だってお兄ちゃんが頑張ってくれてるのに。あのな、病人は寝て治すのが仕事だ。野々花の風が治らない分、俺の家事が長引くんだぞ。我ながらとんでもない理屈。それでも野々花には簡単に通用する。本当だ。起きてるなら腹減ったろ。お粥作ってきたから。お兄ちゃんのお粥？そんなに食いついてくるようなことか。それは俺が料理したってのは珍しいことだけども、まあ食欲がある のはいいことだよな。ほらたくさん食べろ。1時間と少し。キッチンで格闘した俺の成果をののかに披露する。作りすぎじゃない？味見してるうちに辛くなりすぎちゃった。可愛さアピール失敗。ごまかせないなら正直に説明しよう。いや、あのな、米を足してみたら今度は薄くなりすぎて、また塩を足して、そしたらまた辛くなって米を足してって繰り返し調節してさ、気づいたら炊飯器の米がなくなってた。そうなんだ。お兄ちゃん頑張ったんだね。さすがののか、俺の失敗を優しく受け入れてくれる。お兄ちゃんは泣いてしまいそうだぞ。だから俺の朝食も今日はおかゆだ。一緒に食べよう。でも一緒にいたら風邪がうつっちゃうよ。一緒にいなきゃ看病できないだろ。風邪の時くらい思いっきり甘えろ。ごめんねお兄ちゃん。こういう時はありがとうだろ。そうだね、ありがとうお兄ちゃん。よし、冷めないうちに食べよう。いただきます。やけど気をつけてな。どうだ？あれ、この表情はあんま美味しくない。うん、美味しいよ。でも笑ってくれた。ギリギリ合格点か。やれやれ、料理上手の妹に作るのは大変だ。なんとか朝食を終えて食器を片付ける。次は掃除だな。これは料理よりは楽なはず。なぜなら普段からののかが綺麗にしてくれてるから、あまり汚れてない。ののかのおかげじゃねえか。兄、またも役立たず。これからは掃除くらいは手伝おう。ともあれ掃除機くらいはささっとかけておくとするか。しゃあ掃除スタート。疲れた。ヘドヘドだった。ののかのやつこんなに重労働していたのか。掃除機かけるだけでこんなにしんどいのか。改めてののかの偉大さを思い知る。もし俺がこれだけの家事を毎日することになったら確実に逃げ出すよね。家事手伝いって進路はなしだな。こりゃ俺には厳しすぎる道のようだ。ゆみちゃんにも怒られそうだし。さて時間は、時計を見ると午前11時。あと少ししたらののかのために朝食を作らなければならない。それまでにやるべきことを考える。掃除が終わったら洗濯だよ。残る家事は洗濯だ。こうして実際にこなしてみると主婦の方々の生態がよくわかる。昼飯作った後はゆっくりしたくなるわ。これドラマ見たりワイドショー見たり、一回ぐうたらしないと買い物行ったり晩飯作る気力なんて湧いてこないと、のんびりしてる場合じゃなかった。今日の俺はののかの代わりなのだ。働き者の妹ならもっと迅速に任務をこなすだろうけど、せめて力を借りずにやりきろう。すぐに脱衣所へ。全自動洗濯機の、電源をオンにして。どうやの、洗濯機の機能なんて理解してないし、どのモードを使えばいいやらよくわかんないし、お任せモードでいいだろ。ん？水量ってどのくらいだ？これも勝手にやってくれるのか。全自動っていうくらいだし、いや多分そうだろ。むしろ全自動を歌うならボタン一つで全部任されてくれよ。さてそれじゃあパッと済ませますか。洗濯物をポイポイと放り込む。俺の上着やズボンや下着、ののかの上着やスカート、洗剤は少ないよりは多い方がいいだろ。ん？
洗濯かごの中に小さな布切れが残っている。危ない危ない、忘れるところだった。これはのどかの下着だった。あいつこんなに小さな布を。お兄ちゃん、ダメ。うお、のどかが脱衣所に飛び込んできて俺の手から小さな布を奪い取る。私のはいいの、自分でするから。え、よくないでしょ、洗わないと。っていうか勝手に起きてきちゃダメだろ、おとなしく寝てろって。私の下着に触っちゃダメ。なんで？恥ずかしいの。お前は俺の下着しょっちゅう触ってるじゃん。お兄ちゃんは別に恥ずかしくないでしょ。え、恥ずかしかった方が良かった？そういうこと言ってるんじゃないよ。お兄ちゃんにはデリカシーってものがないの？いや、だって触らないと洗えないし。今度洗うから、今はダメ。いいからほら、よこしなさい。ののかの手から小さな布を奪い返す。今日の仕事、最後のひとかけらが俺の手に。大変満足だ。へえ、お兄ちゃんのエッチ。なぜに？頑張ってるのに妹に怒られた。理不尽だ。こうして忙しい時間はあっという間に過ぎていって、はい、もうダメだ、限界。洗濯物をようやく取り込み終わって、力つけるようにベッドにゴロンと転がった。一日分どころか今日だけで一週間分のエネルギーを使った気がする。ほんと、ののかには改めて感謝だな。俺のグータライフはののかの支えがあってこそ成り立っている。頭では分かっていたけど、こうして体験してみると想像以上に大変だった。もうこんな時間だし、洗濯物を干して昼食の準備をして、ののかの看病をしながら家事をこなしていたら午後4時を回っていた。ん？はーい。よう、頑張ってるか主婦。誰が主婦か。アクターの顔を見てつい微笑む。たった一日ぶりだけど、随分と懐かしい気がした。前中見舞いだ。ん？なんだこれ。今日の授業のノートと、冷えピタン。ノートのコピーと保冷剤入りのシートを受け取る。ノートはカンナのコピーだから読みやすいはずだ。冷えピタンはみんなで金を出し合った。ののちゃん、まだ熱あるんだろう。ありがとう。ちょっとうるっと来てしまった。ごまかすように頭を下げる。じゃあな。え、もう帰っちゃうのか。もう、ののちゃんが起き出したらいけないからな。本当、気を使わしまって悪い。ののちゃんと話したのか。いや、まだ。そうか、タイミング悪かったな。あ、いい機会だったのかもな。え、ユウにとってののちゃんがどんな存在なのか見直すいい機会なんじゃないか。そうかもな。今日一日ののかのことを考えながら家事をこなして、いろいろと考えさせられた。もっと、ののちゃんが苦しんでるのにこういう言い方はまずかったか。今ののかに負担をかけたくないから落ち着いてから話すよ。早く二人で部活来いよ。サンキューな。小さくなっていくアクターの背に大きく手を振って礼を言った。ののかにもみんなが心配してやるぞって教えてやらないとな。ののかの様子見に行くか。ののかの部屋のドアを静かにノックするが、返事がない。ののか？やっぱり返事がない。もしかして返事ができないくらい苦しいとか。ののか、入るぞ。ののか？穏やかな寝息を立ててベッドで眠っていた。すごくホッとする。もし返事もできないくらい苦しんでいたならどうしようと不安になってしまった。俺も随分と心配性だな。症状的にはただの風邪だろう。でもそれでもどうしようもなく気になってしまう。大事な妹が苦しんでないかと心配してしまう。熱は？起こさないようにそっと額に触れてみる。まだ熱があるみたいで熱い。これの出番だな。さっきアクターから受け取った冷えピッタンをののかの額にそっと貼った。
すぐったそうに微笑むののか。慌ただしく過ぎていた時間がゆっくり流れているように感じる。どうだ、気持ちいいか。目にかかった前髪を優しく払いながら話しかけた。もちろんののかからの返事はない。俺は穏やかな気持ちで妹の頭を撫でてやる。今日はののかと接してもまるでぎこちなくなかった。ごく自然に会話してこうして触れることができる。そろそろ晩飯の支度始めないとな。早く元気になってもらわないと。いつもの笑顔に戻って安心させてほしい。俺はののかを撫でる手を引っ込める。ほんの少しだけ名残惜しさを感じていた。早いな。俺は読んでいた雑誌をテーブルに置いてキッチンへ。あちっ、レンジの中からレトルトの煮物を取り出す。さすがにおかゆだけじゃののかも飽きるだろうと思って用意した。野菜の煮物なら大丈夫だろ。本当はちゃんと鍋で作れればいいんだけど、俺にはそこまでの料理スキルがない。よっと、こんなもんかな。食べやすいように小皿に盛ってトレイに乗せる。冷めないうちに急いでののかの部屋に移動だ。ごちそうさま、お兄ちゃん。ののかは俺の用意した夕食をすっかり平らげた。おかえりにレトルトの煮物、常備、野菜の、白菜の漬物。大したものは何もない。なのに、ののかはそれをとても美味しそうに食べてくれた。本当はもっと栄養のある食べやすいものが作れればいいんだけど、悪いな。お前、普段からお前に任せきりだから何もできなくて。ううん、ちゃんとできてるよ。全部本当に美味しかったから。ずっと一緒に暮らしてきたからわかる。ののかは心の底からそう思ってくれている。まったく、お前性格良すぎだ。そんなことないよ。昔を思い出す。幼い頃の俺が体調を崩したののかをこうして看病していたこと。子供の頃から妙に聞き分けが良くて、俺が失敗して焦がしたおかゆをうまいって食べて、そのせいで腹壊したりしてたよな。本当に美味しかったんだよ。そうか。ののかは小さい時からわがままらしいわがままを言わなかった。欲しいものがあっても主張しない。一歩引いて我慢してしまうようなところがあった。でもこのおかゆはあの時と味付けも違うね。そりゃそうだ。ことぶきさんに習ったやり方だからな。あ、そうなんだ。ちょっと薄味だし上品だね。俺流だともっと醤油をドバドバ入れてたし。だから焦げちゃうんだよ。子供の頃は調味料入れれば入れるほどうまくなるって思ってたんだよな。子供の思考は本当に単純だ。今でもそんな変わったような気はしないけど。ねえお兄ちゃん、本当にありがとう。どうしたんだよ突然。お兄ちゃんがいてくれてすごく心強かったよ。穏やかな微笑み、ぷくんと心臓が小さく響く。ののかがそう言ってくれるなら俺も頑張った甲斐があったな。頬をかきながら答える。照れ隠しだった。怪我してるの？ああちょっとな。料理で怪我しちゃった？煮物を切るときドジった。かわいそう。これくらいどうってことないって。ごめんね。ののかは心の底から申し訳なさそうに謝って、少しだけくすぐったい。ノルカのために怪我をしたことが嬉しかった。さあ薬飲んでもう寝ろよ。ああそれからこれアクターからのお見舞いだ。みんな心配してるんだから早く治さなきゃな。なんかあったら携帯鳴らしてくれ。自分の部屋にいるから。俺がそばにいたらゆっくり休めないだろう。待ってお兄ちゃん。ん？どうした？一つだけわがまま言ってもいいかな？いいぞ、何でも言ってみ。妹のわがまま一つ聞いてやれないんじゃ兄として面目が立たない。まして普段わがままを言わないののかが言ってるんだ。俺はののかのお兄ちゃんなんだから。それ
ちゃうね。私が眠るまで一緒にいてもらえる？あ、それだけ？うん、お兄ちゃんが一緒にいてくれると安心するから。こんなのわがままのうちに入らないだろう。もっとハードルの高い要求を覚悟していたんだけど。いいよ、のろかがそう言うならここにいる。ゆっくり寝てしっかり治そうな。お兄ちゃんが優しくしてくれるからしばらくこのままでもいいかも。おいおい、バカ言うなよ。俺はいつでも優しいだろ。うん、知ってるよ。それに毎日家事してたら学園に行けない、過労で。私は毎日やってるんだよ。ほんと、ののか様々だよ。私楽しいから。今日なんて一日中寝てたからうずうずしちゃったくらい。お兄ちゃんのお世話するの好きなんだ。俺にはもったいない。いいから、今はゆっくり休むのを優先してくれ。喋ってると眠れないぞ。明日は元気になってるといいな。お兄ちゃん、お返事聞きたい。今日はダメだ。治ってから話そう。まずは元気になってくれ。しばらくののかの寝顔を眺める。やがて小さな寝息が聞こえてきた。おやすみ、ののか。俺はトレイを持って立ち上がる。後片付けをして部屋に戻ろう。お兄ちゃん大好き。妹の声を背中で聞いた。その声はかすかに震えていた。振り返るとののかは布団を頭からかぶっていた。どんな表情をしているのか。うん、きっととても勇気が必要だったのだろう。許されざる恋、あのおとなしいののかがそれを選んだのか。ちゃんと返事はするよ、ののかの気持ちに。それが正しいことに思えた。男として、兄として。ずっとベッドに寝転がっていた。でも一向に眠気を感じない。一日中労働して体はクタクタだという。お兄ちゃん大好き。あいつあんなにはっきり気持ちを言えるんだよな。出会った頃はいつも不安そうな顔でオロオロしていた女の子だった。いつの間にか自分の気持ちを行動と言葉で示す勇気のある女の子に成長していた。俺はののかのことを初めから分かっていた。だから戸惑っていたんじゃないか。だから気づかないふりをして自分をごまかしていたんじゃないか。だからこうして眠れない夜を過ごしているんじゃないか。ののか、俺お前が好きだよ。二人きりの時我慢してなかったら抱きしめてしまいそうだ。そうしたらお前はきっと俺を受け入れてくれるんだろう。だけど今ののかを一人の女の子として抱くってことは、子供の頃の無垢なお前を、何の打算もなく俺を兄として慕ってくれた妹のお前を裏切ることにならないか。俺は絶対妹を裏切りたくない。俺は兄として最後まで真っ当な自分でいたい。妹の幸せを願うごく当たり前の兄でいたい。ああ、どうせ眠れないなら何かしていた方が気が紛れる。アクターの持ってきてくれたノートのコピーでも読むか。あまり気乗りはしないが授業の内容に目を通す。ん？たくさんのノートのコピーの中にプリントが一枚混じっている。保護者の皆様へ進路相談会のお知らせ。親もいるのかよ。親父、父親来れるかな。一応父親、親父に、連絡しておくか。進路ね。俺は特に将来こうしたいと思うものはなくて、できればずっとぐうたらしていたいだけで、そういうわけにもいかないんだよな。今日思い知った。
俺がどれだけののかに寄りかかってきたか、ののかがどれだけ俺を思ってくれているか、この家で送っていた日常がどれだけかけがえのないものだったのか。よし、俺にはしたいことがある。たった一つ。それは当たり前すぎて意識すらしてなかったこと。きちんとののかに伝えよう。俺の気持ちを。5月31日、晴れ。今日は風邪をひいて学園を休んじゃった。ただの風邪だけど、熱が出て朝起きれなくて。お兄ちゃんをすっごく心配させちゃった。ごめんなさい。お兄ちゃんは慣れない家事を一生懸命全部こなしてくれた。私の看病もしてくれた。普段はぐうたらだけど、やる気になったお兄ちゃんはすごい。結局全部お任せしちゃった。お兄ちゃんは大変だったかもしれないけど、私はちょっぴり嬉しかった。私を心配してくれるお兄ちゃんに甘えられて嬉しかった。思い切ってわがままも言っちゃった。お兄ちゃんはこんなのわがままじゃないって言ってたけど、私にとってはとびっきりのわがままだって。お兄ちゃんを私だけが独り占めできちゃうんだよ。それってすごいわがままだよ。一日ずっとお兄ちゃんのことを考えてて、はっきりわかった。やっぱりお兄ちゃんのことが好き。私、花咲ののかは世界中の誰よりもあなたを愛しています。時間だ。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。